こんにちは。株式会社アコーの布施と申します。今回はこちらのウェットスクラーバーで囚人する様子をご覧いただきます。ウェットスクラーバーは水で囚人もガス吸収もできる装置です。標準的なシングルスクラーバー、より高効率のダブルスクラーバーの2種類があります。今回は細かい粉を囚人するのでダブルスクラーバーを使用していきます。原理を説明します。入り口から粉塵を含んだ空気が入り、狭い部分で勢いを増して渦を巻いていきます。そしてその渦巻きで囚人していきます。おっと、こちらで舞っているのは炭酸カルシウムのようです。非常に細かい粉のようですね。早速囚人していきましょう。スイッチオン。ご覧ください、非常に激しく渦を巻いております。これなら細かい粉も逃しませんね。その証拠に水が白く濁ってきました。こんなに激しく渦を巻いているのに出口には水が飛んでいません。海峡をご覧ください、全く白くなりません。クリーンな空気のみが排出されている証拠ですね。殺人が終了しました。囚人完了です。ウェットスクラーバーはフィルター充填物のないシンプル構造、風力低下なしで高い囚人性能、ポンプ不要、この3つの特徴を持つ湿式囚人機です。用途は付着性、吸湿性、発火性、爆発性の粉の粉塵、水に溶けるガスや臭気の吸収です。フィルター式でお困りのそこのあなた、充填式のメンテナンスが大変なそこのあなた、ぜひ弊社へご相談ください。ご視聴ありがとうございました。お問い合わせお待ちしております。